この動画はテキサスインストゥルメンツの提供でお送りします。こんにちは。今日はキャパシターの使い方について逆接続でした。これまでキャパシターの原理と、あとはキャパシターの製造工程について解説する動画を作ってきました。なので今日はキャパシターの使い方について解説します。あとは使う時の注意点についても話します。キャパシターの原理を解説する動画も一緒に見てもらうと、この動画をより楽しめると思います。概要欄にリンクあります。スポンサーの紹介は後でやります。キャパシターは電荷を貯めることのできる部品です。基本的には2枚の金属板を触れない程度に重ね合わせたものです。ここに電源とスイッチがありますが、スイッチを開いた状態から閉じた状態にします。そうしますと、外部から与えられた電圧によって自由電子が移動を始めます。つまり電流が流れます。キャパシターの電圧は外部に接続された電圧以上にはなりません。この状態になると電荷の移動は止まります。つまり充電が完了した状態です。そうしますと、上の金属板は電気的にはプラス、下の金属板は電気的にはマイナスの状態になります。一度電荷が溜まってしまえば、この電源を切り離しても電荷は外に逃げていきません。ずっと充電した時の電圧を保ったままになります。では少し実験してみましょう。今ここにキャパシターを用意しました。キャパシターの電圧は 0V です。ここに電源をつなぎます。そうしますとキャパシターは充電されます。はい、今 18V で充電されています。この電源を取り外します。そうしますと電圧はですね、ほぼ一定のままを保っています。こんな感じでキャパシターを充電してしまえば、キャパシターはその電荷をずっと蓄えます。なので電圧は低下していきません。LED を用意しました。キャパシターに電源をつなぎます。そうしますと LED が光ります。電源をつないでいる間、電圧はずっと 10V です。では電源を離します。そうしますと電圧はどんどん下がっていきます。こんな感じで電圧はどんどんと落ちていきますけども、 LED は点灯したままになっています。ただ電圧が下がっていくと LED のこの光り方もですね、少しずつ弱くなっていきます。この電荷を蓄積するという動作がキャパシターにとっては非常に重要です。キャパシターの使い方ですが、大きく分けて3つに分類できると一見は考えています。それは電圧の平滑とカップリングと、あとはデカップリングです。平滑化というのは電圧の変動を少なくすること、デカップリングというのは電圧の交流成分だけを除去すること。平滑化と動作はほとんど同じです。最後カップリングというのは電圧から直流の成分だけを除去すること、つまり交流の成分だけを通します。まずは電圧の平滑化から見ていきます。キャパシターと抵抗の回路を作ります。この黄色の波形ですけども、これは電源の電圧、ここにある電源の電圧の波形です。この赤色の波形はキャパシターの電圧です。今2つとも 0V になっています。電源のスイッチを入れます。そうしますと、はい、ここで電源をオフにすると、はい、電源の電圧はすぐに 0V になりましたけども、キャパシターの電圧はすぐに 0V にはなりません。ではもう一度電源を入れてみます。そうしますと今キャパシターと電源の電圧は2つとも 5V になっています。もう一度電源をオフにしますと、はい、こんな感じで、これがですね、キャパシターの平滑の効果ですね。電源電圧が 0V と 5V の間を行ったり来たりしていますけども、このキャパシターの電圧はすぐに 0V にはなりません。これがキャパシターによる電圧の平滑化です。キャパシターの表面を見てみるとマイクロファラドと書いてあります。この場合ですと1000マイクロファラドです。この数字が大きければ大きいほど平滑の効果は高くなります。ちょっと試してみましょうか。キャパシタの静電容量は並列接続にするとその分増えます。例えば1000マイクロファラドのキャパシタを2つ並列接続にすると、外部から見た時には2000マイクロファラドのキャパシタに見えます。1000マイクロファラドのキャパシタを3つ並列接続にしました。先ほどと同じことを試してみます。電圧の下がり方がですね、だいぶゆっくりになりましたね。これは比較です。静電容量が大きい方が電圧の下がり方はゆっくりです。こういったキャパシターの平滑の動作、こういったのはどこで使われているか。例えばダイオードを使った全波整流回路に使われています。この部分が全波整流回路です。ダイオードを4つ使っています。でここはコンセントから来ている電源ですね。50Hz から 60Hz の 100V の電気が来ています。このダイオード整流回路を通すことで交流の電圧を直流の電圧に変換します。このダイオード整流回路ですけど、ほぼ 100% の電化製品に使われています。キャパシターは今つけていませんが、これがダイオード整流回路です。そこに負荷をつなげています。ちょっと電源を入れて確かめてみます。今映っている黄色の波形がコンセントから来ている交流の電圧です。そしてダイオード整流器を通った後がこの赤色の電圧波形です。整流されて直流の電圧になっています。ただこの波形ですとキャパシターがついていないので平滑化されていない波形になっています。これですと綺麗な直流とは言えません。なのでキャパシターをつけてみます。キャパシターをつけます。ダイオード整流器を出た後にキャパシターを接続します。そしてブレーカーの電源を入れます。ちょっと待ってください。電源を入れる前に確認しましょう。平滑用のキャパシターには電解コンデンサーが使われることが多いです。で実は電解コンデンサーには極性があります。動画の初めの方でキャパシターを破裂させてしまいましたが、それは実は極性の間違いが原因でした。今これを見てみると、この白い帯がある方がマイナスなんですけど、マイナスの方がプラスに接続されていますね。このまま電源を入れてしまうとキャパシターは破裂してしまいます。なのでこのように極性は必ず注意しましょう。電源を入れるときは極性を必ず確認しましょう。極性の確認が終わったので電源を入れます。そうして極性は合ってるのになんでどうやらとんでもない間違いをしてしまったようです。キャパシターの静電容量の横に何か 25V と書いてあります。実はこれキャパシターの定格電圧です。この定格電圧より高い電圧をかけるとキャパシターが故障する原因になります。必ず定格電圧は守りましょう。約束です。今回の場合ですと、さらに定格電圧の高い電解コンデンサーを用意しました。400V です。今100μFのキャパシターをダイオード整流器の後につけています。しっかりと整流されています。どうでしょうか。この黄色の波形がコンセントから来ている交流電圧、この赤色の波形が平滑後の電圧です。平滑の効果がかなりよく見えるかと思います。今キャパシタを外しましたが、平滑の効果というのが一目瞭然かと思います。電圧をもっと平滑化したい場合は、さらに静電容量の大きなキャパシタを使います。例えばこれは4700μFです。ちょっと使ってみます。見えますでしょうか。ダイオード整流器を通った後の電圧というのが全く変動していませんね。もうほぼほぼ直流と言っていいです。まずキャパシタの使い方の1つ目である平滑について実験しながら、その使い方とあとは注意点について学んできました。では次はキャパシタの使い方の2つ目であるデカップリングについての準備をします。キャパシタに残った電荷で感電しました。キャパシターの電荷は放電しない限りずっと蓄えられたままです。ですので使い終わったら必ず放電する必要があります。今は電圧が低くて、しかも静電容量の小さなキャパシターだったので大事にはなりませんでした。ですがもっと高電圧のところで使っていて、しかも静電容量が大きいと取り返しのつかない事態になる場合もあります。いつも冗談っぽくふざけてやっていますが、感電だけは必ず気をつけてください。約束です。もしキャパシタに触れる必要がある場合は、テスターで電圧が 0V になっていることを必ず確認してからキャパシタに触るようにしましょう。約束です。電圧ですが 40V を超えると割と危険な領域に入ってきます。こういった静電容量の大きなキャパシタについては、かなりの場合でこういった放電用の抵抗が取り付けられています。ちなみに充電したキャパシタを短絡するとこういうふうに火花が散ります。これはやらないようにしてください。約束です。次はデカップリングについてです。デカップリングというのは平滑化と、動作はほとんど同じだとは思います。平滑化というのは電圧の変動の低周波の成分を抑制するようなそんな使い方をしますが、デカップリングというのは電圧の変動の高周波の成分を除去する、抑制する、そんな時に使われます。例えば電源の電圧は 5V ですが、その電圧にですね、さらに何か高周波の成分がですね、こういったノイズのような成分が乗っていたとします。デカップリング用のキャパシタはこの高周波の成分だけをキャパシタの方に逃がして、残りの成分についてはそのまま負荷の方に行くと、そんな動作をします。高周波のノイズが負荷の方に行かないようにこのデカップリングのキャパシタは動作するわけです。実際に実験して確認します。電源には直流の 5V の成分と、あとは高周波のノイズの成分を載せています。ちょっと拡大してみます。拡大してみるとこういったノイズの成分が見えます。今はノイズの成分だけを見ています。 2V 近くノイズの成分を載せています。ここにキャパシタを接続します。そうしますとどうなるか。ノイズの成分は消えましたね。キャパシタを追加するとノイズの成分が除去できたかのように見えていますが、実は表示を拡大するとまだまだノイズの除去はできていません。こんな感じの非常に高周波のノイズが残っています。ただノイズの振幅としてはかなり低減できています。キャパシタを外すとかなり振幅は大きくなりますが、キャパシタを入れるとこんな感じで振幅はかなり小さくなります。このノイズをさらに小さくしたいんですけど、そういった場合はどうするか。そういった場合はですね、さらにキャパシタを追加する方法があります。今は電源のすぐ近くにキャパシタを追加しましたが、今度は負荷のすぐ近くにキャパシタをさらに追加してみます。だいぶ小さくなりましたね。見えますか？このようにキャパシタを追加するとノイズの成分は小さくなります。ただ電源のところにつけた同じキャパシタをですね、この負荷のところにもう1個追加するのはなんかもったいないような気もします。あと電解コンデンサはそこまで高周波のノイズを除去できません。なのでこういった場合はフィルムキャパシタを負荷のすぐ近くのところに追加します。負荷のすぐ近くにセラミックキャパシタを追加します。そうするとなんか先ほどと同じくらいノイズを低減できましたね。このセラミックキャパシタは電解コンデンサーと比べて静電容量は小さいですが、高周波の成分に対してはかなり特性の良いキャパシタになります。なのでセラミックキャパシタはこういったデカップリング用途に非常によく使われます。今は電源からノイズが出ている前提でしたが、負荷からノイズが出ている場合にもデカップリングキャパシタは有効です。例えばノイズが出る負荷の場合だったら、そのすぐ近くにこのようにデカップリング用のキャパシタを入れます。このデカップリング用のキャパシタなんですけど、パソコンとかいうこともあります。今気づいたので補足します。このデカップリング用のキャパシタをノイズ源に置いておくと、何かここでノイズが出たとしても、そのノイズの成分がキャパシタの方に全部逃げていってくれます。全部ではないんですけど、その大部分がキャパシタの方に逃げていってくれます。ですので回路の他の部分に行くノイズはそこそこ少なくなります。で他の負荷があった場合はそこにも何かこういう風なデカップリング用のキャパシタを接続しておけば、この流れてきたノイズの成分は負荷の方には行かないで、こっちのデカップリング用のキャパシタに流れていきます。ですのでこの負荷の電圧は常に一定なわけですね。もちろんこのノイズは電源の方にも行きますが、そのすぐ近くにもデカップリング用のキャパシタがあったらこちらの方に逃げていくと、同じように電源から何かノイズが出ていた場合もこちらのデカップリング用のキャパシタに逃げていきますし、他の負荷のデカップリング用のキャパシタに逃げていきます。例えば電子回路を見てもらうと IC のすぐ近くにキャパシタがあります。これは全てデカップリング用のキャパシタです。パソコンですね。今は表面実装の部品でしたが、このように足が生えている部品にもここにパソコンデカップリング用のキャパシタは使います。本当負荷であったり、あとは IC 部品のすぐ近くにパソコンを配置しないと意味がありません。最後キャパシタの使い方3つ目のカップリングについてです。デカップリングの時はキャパシタはこのように並列接続になっていましたが、カップリングの場合は直列に接続します。カップリングですが電圧の交流成分だけを通過させます。例えばここに電源がありますが、交流と直流の成分両方があります。例えばこんな電圧だったとしましょう。カップリングのキャパシタがあることによって負荷には交流の電圧しかかかりません。今こんな感じで電源があって、でカップリングのキャパシタ、そして負荷の抵抗の電圧を見ています。この黄色が電源の電圧、そして赤色が負荷の電圧です。電源の電圧には交流の成分と直流の成分を載せていますが、負荷には交流の成分しか出てきません。電源の直流の部分を増やしたり減らしたりしても、負荷の部分には交流の電圧しか出てきません。直流の電圧は出てこないです。なぜ直流の電圧を通さないのか。この時点でスイッチを閉じます。そうしますとキャパシタに電荷を蓄積するために一瞬だけ電流が流れます。ですが電荷の蓄積が終わった後は電流は流れません。なので抵抗の電圧は一瞬だけ電圧は出てくるんですけども、その後は常に 0V になります。次は交流電圧を加えた場合です。交流電圧がかかっていますので、キャパシタの電荷は常に移動しています。こっちがプラス、こっちがマイナスの期間があれば、電圧の極性によってこの電荷がですね入れ替わる、そんな期間もあります。つまり電荷がですねこの間を常に移動しているわけです。ちなみに電荷はキャパシタの間は通っていかないので、そこだけ注意が必要です。電荷が移動しているわけですので、つまり電流が流れています。つまり交流の電圧を加えると交流の電流が流れて、その結果負荷には交流の電圧がかかります。そして最後、直流電圧と交流電圧がある場合です。ちょっと簡単のために最初交流電圧は 0V にしておきます。そうしますと直流電圧だけなので電荷が蓄積されるわけです。電荷の蓄積が終わった後は電流は流れないので、負荷の電圧は 0V になります。ここで次に交流の電圧を加えていきます。そうしますと交流電圧の変動分だけ電荷の蓄積であったり電荷の引き抜きが起こります。つまり交流電圧の変動分だけ電荷の移動が発生するわけです。その電荷の移動というのは交流ですから、つまり交流の電流が流れます。ですので負荷には交流の電圧しか出てきません。直流の電圧は除去されます。こういったカップリングの回路をどういったところで使うか。例えばですけど、出力の小さいオーディオアンプなんかでよく見ることがあります。特に信号の入力部分と、あとはアンプの出力の部分にカップリング用のキャパシタがあります。何か直流の成分が乗っていたとすると、その直流の成分までアンプが増幅してしまう可能性があるので、そうしますとスピーカーに直流の電流が流れて、これは燃えてしまいます。ですのでこういったカップリング用のキャパシタをつけることがあります。こんな感じでキャパシタを使った平滑化と、あとはカップリングとデカップリングについて話しました。というわけで今日のスポンサーのテキサスインストゥルメンツの紹介です。テキサスインストゥルメンツのことを皆さん知っているかと思いますが、彼らのウェブページから直接部品を購入できることは皆さん知らないかもしれません。ti.com ではテキサスインストゥルメンツの正規部品を必要な時に必要な数量だけ購入できます。例えば必要な部品を1個だけみたいなこともできて 2,3 日後に出荷されます。つまり製品開発のスピードアップができるわけです。概要欄に ti.com のリンクを貼りました。皆さんもぜひ使ってみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。